ネパールのサムドでクラーク峠へ向かう大ヒマラヤトレールは英語をそのままカタカナ化してグレートヒマラヤトレールとも呼ばれ世界の尾根ヒマラヤ山脈を東から西へ貫くトレッキング用のトレールでブータンインドネパールにかけて広げる構想で現在一部が完成している大ヒマラヤトレールはヒマラヤ山脈を東から西に横断するトレッキング用のトレールである トレールの当初のコンセプトでは、ネパールの東端から西端まで合計約 1700km の長距離トレッキング用トレールを確立することあった。大コンセプトでは、パキスタンのナンガパルバットからチベットのラムチャバルワまでインド、ネパール、ブータン、チベットを通過するオーヒマラヤ山脈の長さに広がる 4500km 以上のトレールが提案されている。現在、 実際の連続ルートは概念に過ぎないが、完成すれば、世界で最も長く、最も高い高度山岳のトレール工程になる。2014年11月現在、ネパールとブータンのセクションのクロスカントリーハイキングは、資金の豊富な国際非政府組織によって行われ、地球上で最も遠隔地にある村のいくつかを訪れ、この地域の高原、谷を含む多様な風景、 高原と風景を通り抜ける。ネパールが提案する GHT には上位ルートと下位ルートのネットワークで構成される10のセクションがあり、既存のルートを使って大まかに示されているが、これらのルートは継続的で中断のないトレールを提供しているわけではない。ありがとうございます。